こんな感じで映っております。どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。どうでしょうか、映像の方はいかがでしょうか。本番いきます。よーい、カメラ OK、 音 OK、 リアクション OK、 よーさあ、どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。今日はボディクリップ型カメラをご紹介します。このカメラがあれば証拠収集や防犯対策に役立つだけではなく、実際に使ってみてコンパクトで高性能、いろんな場面で使うことができます。その便利さに驚いたので、今日はその魅力について紹介していきます。開封の儀、こちらでございます。カメラ表裏横開けていきます。トリセツ、すべて日本語。マイクロ USB、 カードスロット USB タイプ A で、こちらマイクロ SD カードを入れるスロット。本体いきます。こちら本体でございます。シール剥がします。今回のカメラの特徴、クリップ分解できます。こちらマイクロ USB の差し込み口とマイクロ SD カードの差し込み口、ボタンが2つ。こちらに電源ボタン。重さ 42g、 とても軽いです。横 9.5、 厚み 1.8。 ボタンの数も3つしかないので迷うことは少ないと思います。クリップ型カメラについて、こちらのカメラクリップデザインのため、こちら胸ポケットに取り付けることができます。どこでも簡単にポケットがある服であれば、いつでもさっと簡単に取り付けることができます。手にすっぽりと収まるサイズなので、カバンやポケット、ペンホルダーや本棚など、どこでも簡単に取り付けることができます。1080p 小型カメラについて、この小さなカメラ、解像度は 1920×1080、 フレームレートは 30fps、 証拠の精密さを上げる日時表示タイムスタンプ機能も搭載しております。おかわり、おかわりだ、おて、はい、おかわり、はい、おて、はい、おかわり、はい、おて、はい。議事録の作成やビジネス会議、証拠収集等様々な状況に大活躍できます。長時間録画について、クリップ型カメラ、高性能リチウム電池を搭載しています。満充電で約4時間連続録画ができます。もちろん充電しながらの録画も可能です。録画中はランプが点滅し、5分ごとに自動保存がされていきます。マイクロ SD カードの容量がいっぱいになった際、古いデータから上書き保存、 SD カードは 128GB まで使うことができます。使い方について、電源の言い方は、電源ボタンを3秒以上長押し、電源ボタンがございます。こちらを長押します。青く光りました。この待機状態から1回軽く押すと動画の録画が開始されます。とても簡単な仕様です。別売りのマイクロ SD カードを入れます。ボタンを押しますと、こちら赤く光っております。こちらがクリップカメラの映像でございます。はい、クリップ映像の感じ、音声の感じ、はい、どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。ちょっと今暗いところに行ってみたいと思います。移動します。電源ボタンを短く押すと、暗視ライトのオンオフの切り替えとなっております。暗視機能について、このカメラ暗視機能もついております。というわけで夜間撮影もできます。さあさあさあ、映像映るのでしょうか。そしてこの辺りから、暗視録画モードいきます。はい、暗視録画入りました。超真っ暗で何も見えません。カメラの点灯ランプがかすかに映っている程度でございます。はい、少し明かりが入ってきましたが、どうでしょうか。はい、でも普通に戻します。はい、こちらが普通でございます。はい、暗闇、暗さはどうでしょうか。赤外線 LED で録画することができます。夜間の暗視機能の撮影距離は3メートルまで暗視に対応しております。
動体検知機能について。このカメラ動体検知機能もついております。動くものを検知するとすぐさま録画が開始、さらに120度の広角視野角と高感度の動体検知機能で広い視野、怪しい動きも一切見逃しません。このモード切り替えですが、待機状態で電源ボタンを3秒以上押すと動体検知モードに切り替え、もう一回短く押すと動体検知モードが終了し待機モードに戻ります。こちらクリップ型小型カメラ、いかがだったでしょうか。小型カメラは小型カメラなんですが、今回紹介したタイプクリップ型というわけで、スッと挟み込んで撮影を行うことができるカメラです。その他特徴としても、暗視機能や動体検知、そして長時間の撮影にも安心して使うことができるカメラとなっております。証拠収集や防犯対策、子供や高齢者、ペットの見守り、様々な要素に使える小型カメラを探している方におすすめです。クリップ型小型カメラ、興味が出てきましたらぜひ詳細をご覧ください。監督ラボの監督でした。また次の動画で会いましょう。クリップ意外と便利、様々なシーンで活躍する、マイクロ USB と S、 動くものを検知する。今回紹介したクリップカメラ、クリップサッと取り出して、スッと差し